様こんにちは、アンブラ西銀座店の群楽みちみです。今日はコレクションセレブのルームウェアのご紹介をしていきます。一つ目のルームウェアのご紹介です。 AN8717 ソーレースベビードール。こちらはブラジャーと違ってちょっと大判な花柄のレースでツヤ感のある生地を使用しています。裾のスカラップがとっても可愛いです。バスト部分は裏にメッシュが重ねてあるので透け感が気になりにくくなっています。ボディ部分は1枚レースなのでレースの柄がより目立ちます。そんなにフレアで広がってるデザインではないのでインナーとしても使いやすいです。セットでノーマルのショーツもついていてお揃いのレースになってます。こちらはメッシュの通気性のいいメッシュ素材を使用しているのでお部屋でも快適に過ごせます。2つ目のルームウェアのご紹介です。 AN8718 ソーレースフロントオープンベビードール。前の空いてるデザインになりますね。フロント部分がレースがスカラップ状になっています。レースのツヤ感がとっても目立ちます。先ほどと同じでバスト部分はメッシュが二重で重ねてありまして、先ほどのタイプと比べるとちょっとフレアで広がるので甘い印象になります。バッグはこのような感じです。セットでこちらもショーツがついているんですけれども、サテン地のフレアショーツがついています。お部屋でゆっくり過ごす時の締め付け感のないアイテムなのでとてもおすすめです。最後のルームウェアのご紹介です。 AN8720 ソーレースガウン。こちらはドルマンスリーブのアイテムです。こんな感じです。もう襟元もスカラップ状になってます。全部たっぷりレースを使っているので透け感もすごい綺麗です。部屋着としてはもちろんなんですけど、お洋服の上に1枚羽織ったりしてコーディネートのプラスにしてもいいアクセントになって素敵だと思います。ぜひ試してみてください。以上、コレクションセレブのルームウェアのご紹介でした。皆様ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。